ここからはこちらのコーナーです。今週の夢捨てチャレンジ。はい、今週も2人で夢捨てをプレイしていきます。今回はフォービドゥンフルーツアディクションをプレイしていきたいと思います、うん、こちらは11月6日に誕生日を迎えたエデン所属の筆島しぐれのイメージ楽曲になります。はい、では改めてしぐれの紹介です。しぐれは10歳の小学5年生、うん、非常に聡明で気が強いため、初見以外の団員を下に見る傾向があり、特に大黒をライバル視。生意気ですが、一度でもしぐれのことを気に入ると熱心なファンになってしまうという不思議な魅力があるアクターということで、いや、このセンスすごいな、うん、一度でも気に入っちゃったらもう、ね、うわーってなっちゃうな、うん、のめり込ん。でも確かにさっき教えていただいたんですよ、うん、森本さんにね、うん、フォービデンフルーツアディクションってめちゃめちゃかっこいいじゃないですか、うんうん、意味禁じられたフルーツ中毒フルーツ大好きなんかな大好きすぎて大好きすぎてもうダメしぐれ、あの食べちゃったよくないよ、ダメよってこう言われてたんかなって思えばこうどんどんえおきゃわおきゃわおきゃわそれはおきゃわって10歳ですからね。でもなんか本当にこの熱心な方になってしまうっていうこの魅力は、うん、10歳にしてはもうなんていうか、うん、ちょっと罪深い。そうですよね沼気質ってことですもんね。この子やっぱ最初の頃やっぱね、うんうん、他の劇団の方いろいろ、まあ、特番だったりこのラジオもそうですけど、うんうんうん、ゲスト来ていただいてキャラ紹介していただいた時に、うんうん、やっぱなんかもうすごいな特徴がって思ったそうなんですよね、小学生でそんな感じみたいな、うん、濃ゆかったし、でもまあなんだかんだ憎めないキャラクターではね、うん、あるんですけどね、ちょっと小悪魔ちゃんでございますね、はい、うん、じゃあそんなしぐれちゃんの楽曲をプレイしていきたいんですけれども、はい、なんかあのアドバイスのメールをいただいているそうで、読ませていただきますね、はい、ラジオネームピエアンさんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、長谷川さん、こんばんは。こんばんは。毎週チャレンジする夢捨てチャレンジですが、興味本位でアーカイブを流しながら共にプレイしてみたら、一人でプレイするよりもコンボが続いて泣きました、さて岩見さんと長谷川さんにぜひ触れてみてほしい機能があるのです、うん、設定画面にあるノーツ表示開始位置なのですが、音ゲーは目線を上、かっこノーツが落ちてくる場所に置くとやりやすいので、それをご自身の目線の少し上あたりに、位置を設定すると、設定した場所の下からノーツが降りてくるので、さらに見やすくプレイがしやすくなるのです。その代償にノーツが早く見えてしまうので速度は緩めた方がいいのですが、夢捨てチャレンジを拝見していて触れてみてほしいなと感じメールいたしましたといただきました。ありがたい。まあそうですね、この機能皆さんご存知でしたか？でも結構みんないじってんじゃないかな。あ、そっか、すごいです ね、うん、ね、それはなかなか知らなかったです私。そうだね、うん、確かにちょっとこれ参考に、やってみたい。今日はそれやってみますか、うん、そう、まあ、個人差があるのでやりやすいタイミングを探してみてください ね、まあ、ねでもやっぱ やってみないことにはわからないから、はい、じゃあ私早速その方法でやってみよう。うん、ありがとうございます。それではやっていくのですが、はい、設定をいじりますね。いじりましょう。オプションで、ここですね。ここかな。ここじゃないです。ここじゃない、ここじゃないです。ここか。ノーツ表示開始位置、はい、プラスをどんどん押していくと、あの下がってくるんですね、開始位置が。もはや私の目線の3分の2よりちょっとこのぐらいですね。私70ぐらいでやってみます、うん、でその代わりこの速くなっちゃうんで、遅くする、ノーツの速さを遅くする。そしたら、あ、遅っすいません2でやろうとしてた。どんぐらいがいいかな。あ、5ぐらいにします。私いつも6でやってるんで、うんうんうん、これでやってみますね、うん、ハードいきます。こうやってみんな自分の練習とこ探してる、ね、すごい勉強になります、ね、いきます。さあ、ドキ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 、しぐれちゃんのソロ楽曲となっております、はい、フルーツ、はい、ちゃんとフルーツのことを思い浮かべてそう、食べたいけど食べられない。リンゴ食べてるそれなのかな、禁じられちゃったの。あ、確かにあの位置が、あ、怖い、怖い、怖い確かにこれノーツ
と遅くても私大丈夫かもしれない。なんかあ、でもやりやすい。確かになんか気が散らなくはあります。あ、そう。でもあのもうちょっとノーツは絶対遅い方が私には合ってるんですけど、うんうん、でも確かにあの一個一個狙えるノーツ、うんうん、あ全然あの説得するよくないんですけど、なんか私見てる感じだと本当になんかもうってなりそうな近さだけどな。なってますなってますなってる。でももうちょっと奥の方がいいかも、ね、確かにね。もうちょっと奥で、うん、微調整してって、うん、え、これ楽しい、でも私もうちょっと奥であれば、うん、こっちの方がやりやすそうです。あの初期設定、うんうんうん、へえ。全然画面がめちゃめちゃ変わった。うん面白いですね。食べたいけど食べられないフルーツありますか？食べたいけど食べられないフルーツはないです。ないです私はありますよ。え、そうなんですか？はい、あのアレルギー。そうなんだ。予想してもいいですか？あ、どうぞ。桃。え、なんか桃アレルギーの方多くないですか？やっぱそうかもね、ちょっとあのアレルギーの方桃アレルギーの方多くないですか？多くないですか？クリア。え、でも私結構うん、やりやすかった。ここまで近くはないところだったら絶対こっちがやりやすかった、うんうんうん。じゃあちょっと今のとこよりもちょい奥めにしてみて、はいはい、もうちょっとノーツを下げる。それでやってみようかな私。ぜひともぜひとも。やりやすい。確かになんかの上で来るじゃないですか、球が、うんうん、その瞬間こう、あ、どれ見たらいいんだろうってなっちゃうけど、それがない。どうしようかな。あ、なんだっけ、これここだっけ。はい、オプションで、ション開始1、はい、今が70か、はい、プラスでどんどん近くなっちゃう。あ、なるほど。じゃあ奥にマイナスで、サミさんがいつも見てる位置の若干、じゃあ55でやってみるわ。うん、でここにし、ちょっと遅めにした方がいいってことか。いつもよりは確かに遅めの方が。どこだ、これか。はい、マイナスにすれば遅い。はい、マイナスにすれば遅くなります。で、私5でやってたので、これだと遅すぎるね。私いつも6で、今回そうか、私いつも8。じゃあ7にしてみようか。7にしてみよう。うん、おー、面白い。こういう楽しみ方があるのか。でもこん結構むずいんだよ、しぐれのこれ。そうですよね、結構テンポがね早めだからね、うんうん、球数が多かった気がする。じゃあスタート、頑張れ。よし、桃を思い浮かべてアレルギーなのに。でも食べちゃうんだ。ですよ、ね、大丈夫なんですか、まあ、健康に、ね、稀にね、稀に。こでも分かります、結構食べ過ぎるとね、うん、で私あのアレルギーの話になっちゃうんだけど、うん、昔甲殻類ダメだったんですけど。盛り上がってまいりました。やべ、オペラが出てきた。ちょっと待って、近い。でも結構いい感じですよ。いや、近すぎる。しかもあの早いから、早いし数が多いから結構準備期間が必要派なのかもですね。はじめさん、あの久々に血液検査したんで、アレルギーの、うん、今年、うん、そしたら食べ物アレルギーがなくなってました。なんでだろうね。なんかあのあるらしいんですよね、そのアレルギーの治療法として、うん、あの少量ずつ、まあ、花粉とかですけど、うん、そういうのがあるらしくて、で私あのそんなにひどいアレルギーじゃなかったんで結構食べてたんですよね。なるほど、はい、だからなのか、まあ、だからじゃないと思うんですけどなんかたまたまなくなっててで、その代わり驚くべきアレルギーが増えてたんですよ。増えたんだ。はい、あの食べ物じゃないんですけど、汗の成分、うん、で、おい、はい、を好む肌の常在菌みたいな、うん、がアレルギーになっちゃって、だから汗かくと
もうもはや汗アレルギーみたいな感じになっちゃったの。やばいじゃん、絶対汗って出るよ。え、そうなんだ。だから夏場とかこう地獄で土下しながらアレルギーの話する番組やる本当ですよね。ね、本当にやばいです。夏場私終わってるすごい。え、どうでした？チケチケかった、チケかった、チケかった、チケかったな私、うん、初期でいいかもえ、私はちょっとこれから位置を探っていこうと思います。結構向こうから来ていただいた方がいいかもしれないかも、うん、あーそうなんだ、こうやってねみんな調整していってる、ね、自分のやりやすい各々のところでやるんだ、うんうんうん、いや楽しかったな。なんか新たな刺激になりますね。そうね、そうだね。もうたくさんプレイして新曲待っている方たちはこういうので新たな、ね、刺激を追加してもいいかもしれないですね、うん、いやでも本当ありがたい情報、うん、ねえ、ありがとうございます。皆さんどんどんアドバイスあったら送ってくださいね。曲聴けましたずっとアレルギー、私結構この歌好きなのいいですよね。リズムめっちゃ好き。おー、いやーいや本当今回もやらせていただきましたが、はい、アレルギー話盛り上がってしまってすいません。アレルギー事情が知れたところで本当にでも素敵な楽曲なので皆さんたくさんプレイしてみてください、うん、はい、さてゲーム内では11月20日月曜日よりイベントギムレットにお別れを開催中です。銀河座の新公演長いお別れで主演となったラモーナのもとに故郷ドイツの劇団仲間からある荷物が届く。開けてみると中にはシュトーレンと謎の空箱が入っており、絆を重んじいつでもしっかり者のラモーナだからこそ見せないラモーナ自身の内面に迫るイベントとなっています。開催期間は11月28日火曜日22時までですので、ぜひプレイしてみてください。また11月12日日曜日よりイベント合同音楽公演を開催しています。先日豊洲ピットにて開催されたライブイベントの瀬取りに合わせたオーディションモードになっており、ライブタオルのアクセサリーのほか限定ミッションを進めるとライブのキービジュアルポスターや限定称号が獲得できちゃいます。こちらのイベントは11月30日木曜日の17時までになりますので、ぜひゲーム内にてチェックしてください。皆さんもぜひ夢捨て遊んでみてくださいね。以上今週の夢捨てチャレンジでした。